女性の膣はどうやって濡れるのかについてお話ししていきます。そもそもなぜ濡れなければいけないんでしょうか。それは濡れていない膣という穴のところに陰茎を入れると摩擦が起きてとても痛いんですね。それは女性側、男性側、どちらも同じです。女性の膣を潤して滑りやすく陰茎が入りやすいようにして、陰茎が膣の奥で射精をして卵子に届けるために、女性の膣というのは潤すようになっています。その女性の膣を潤すためにとても大切な役割をしているものがバルトリン腺というものになります。このバルトリン腺という腺というのは、皆さんが聞いたことあるだろうなと思う内容で伝えると、唾液腺って聞いたことありますか？こういう顎の下とか、あとはこの、耳の近く、梅干しとかレモンって聞くと、この辺がキューッとなって唾液がじわーっと出てくるじゃないですか。ああいう腺と同じになります。バルトリン腺という腺もじわーっとそこから粘液が出てくることになります。ホワイトボードに書いてお話ししていきます。女性性器の順番ですね。陰核、尿道口、膣、肛門、上をお腹側とします。お腹側で、女性が赤ちゃんを産む時に取る体勢、足をガバッと広げたような状態の絵を描いていきます。上から陰核、尿道口があって、膣があって、ここが肛門になりますね。まあ、だいたい足を広げた状態なのでこういう感じですね。女性の性器というのはこうひだがありますので、それを簡単に描いていきます。だいたいこういう感じで、で上からここが、よいしょ、陰核というんですけど、聞き慣れた名前だとこれがクリトリスになります。でその次、これが尿道口になります。この尿道口の存在を知らないで、この陰核、クリトリスのところからお小水が出ていると思っている女性もいるので、この順番とても大切なので覚えていただきたいと思います。そしてここが赤ちゃんが出てくる道ですね。ここが膣になります。でここがお通じが出る肛門になります。これが、まあ、女性の性器の、まあ、構造というか、こういう順番に上からなっているということになります。バルトリン腺というのはどこにあるかというと、ちょうどこの膣ですね、赤ちゃんが出てくるところ、ここのまあだいたいこの横のあたりと思ってください。この横のあたりに存在をします。大きさはこんなに大きくないのと、まあ目で見てすごくパッとわかるっていうわけではないんですけれど、まあ位置的にはやっぱり膣を潤す必要があるので、この膣の近くにあるということを思っていてください。これがバルトリン腺と言います。このバルトリン腺は性的な興奮とかそういう性的な刺激によって、乳白色のこう潤う粘液というのをなします。潤滑液、潤滑剤ですね。的な役割のものになります。粘液を分泌します。このバルトリン腺というところからこう粘液、潤滑剤になるような潤滑液のような粘液を出して、この膣に陰茎が入りやすいようにして準備をするということになりますね。この膣を潤すために大変必要な器官になります。私はこれを看護学校の教科書で読んだときに、
そうなんだ、知らなかったと。自分自身の体なのに初めてそこで学んだんですね。このクリトリス、尿道口、膣、肛門というこの、上からの順番ですが、私も知らなかったんです。やはり自分の体のことなので、どういう順番なのか、どういうふうに、濡れるというか赤ちゃんを作る準備をするのかというふうに考えると、このバルトリン腺というものがあって、膣を潤して陰茎が入りやすくする、そうすることで赤ちゃんを作る準備をするという流れになってくることが分かりました。こういうふうな、女性性器ととても濡れるというには必要なこのバルトリン腺というのが、女性の性器において重要なものとなってきます。